TV や第64回目のエスプランサ TV です。4月に入ってエスプランサの新しい活動が始まりました。エスペランサのサッカー専科高校とアンダー15の女子チームの活動が始まりました。その様子をビデオで見てみましょう。どうぞ。新入生が登場いたします。本郷大キリスト教会の皆さん、いつもね、スペランサを応援していただいてありがとうございます。私たちはこれからの学校生活、または人生のうちで道を外れてしまいそうになることもあるかもしれません。しかし、そのような時、元の道に連れ戻してくれる仲間というのは心強いものです。まず、高校時間にみんなわかるかな。勉強もサッカーもしっかり両立してできるように頑張りたいです。サッカーに集中して勉強も怠らずしっかりした人間になりたいと思います。勉強をもっと力入れて頑張っていきたいです。よろしくお願いします。はい、とてもいい環境で勉強ができると思うので、サッカーももちろん、勉強ももっと頑張っていきたいと思います。サッカー専科の人たちとだけじゃなくて、普通のノアの人たちとも関わりを持って、そういう関係を大切にしていきたいと思います。OK、アッチリ、はい、エスペランサ女子チームのオルテガナオミです。これから、女子チームが始まるので、精一杯、いろんな試合に勝って頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。エスペランサ女子チームのノレーナです。これから頑張るので応援よろしくお願いします。エスペランサ女子チームの山本です。みんなと力を合わせて頑張りたいと思います。ありがとう。女子エスペランサチームの石井香菜です。初心者でも頑張るので応援よろしくお願いします。女子エスペランサチームの平野初子です。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。イエーイ。エスペランサ女子チームの内倉原です。私は初心者ですけど、一生懸命みんなについていけるように頑張ります。イエーイ。エスペランサ女子チームの石尾真美です。初心者なんで分かんないこともいっぱいあるけど、みんなについていって頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。イエーイ。エスペランサ女子チームの遠見ゆきです。練習や試合でも頑張るのでよろしくお願いします。エスペランサ女子チームの米尾美沙です。練習も基礎からやっていいので、試合でも活かしたいと思います。応援よろしくお願いします。エスペランサ女子チームの安本です。これからもサッカーを頑張るので応援してください。イエーイ。エスペランサ女子のジュリアです。これからできるだけキーパーとして頑張ります。ハベマリア、クワンドシェラスミア、シメキシェラスミア。ビングレッスンコーナー、イエーイ。今日は天気を表す表現を勉強します。どうぞ。Hoy está soleado. 今日は晴れています。Hoy está nublado. 今日は曇っています。Hoy está lloviendo. 今日は雨が降っています。
Hoy está soleado. Hoy está nublado. Hoy. Hoy というのは今日という意味で、está soleado が晴れている、está nublado が曇っている、está lloviendo が雨が降っているという意味です。皆さん、まあ外に行った時に使ってみてください。エスペランサユースを卒業した加藤龍吾選手が3ヶ月間の、まあ、予定なんですけどアルゼンチンに行きました。その出発前の意気込みをどうぞ。エスペランサトップの加藤龍吾です。今からアルゼンチンに行くことになったんですけどしっかり全力で練習に臨んで絶対に成長して帰ってこれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。今週末の予定です。今週末にはアンダー15のトップリーグ対東急レイエス戦があります。その他にもアンダー18のクラブユースの、1次リーグが始まります。皆さん応援に来てください。また、スペランサ SC の天皇杯予選の組み合わせも決まりました。5月から始まります。皆さんそちらも応援に来てください。今回のスプランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまたね、バイバイ。アントアプリンスモハメット、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 アントアプリンスモハメット。俺はプリンス。アリゾナのカマキリ、どうぞ。カマキリ。飛行機のトイレの真似します。いきます。プッ